皆さんこんにちは、ようこです。今週はみほとれ線潜入企画の動画4本目、藤田菜々子騎手の調教の様子や普段は見られないみほとれ線内部の様子を収録しておりますので、ぜひご覧いただけると嬉しいです。さて今回は31日日曜日に札幌競馬場で行われます開幕週の重賞第64回 G3 クイーンステークスの予想です。今回も過去10年のデータから気になる馬を探していきたいと思います。勝ち馬は前走重賞に出走した馬が8勝で、2着7回、3着7回と重賞から進んできた馬が有利なようです。そして客室的には逃げや先行馬が有利な状況で、10年のうち8年で勝ち馬は4コーナーを5番手以内で通過しています。よって後方で足を貯めて上がりタイム最速で追い込んできても、なかなか勝ち馬まで届かないという傾向が多めに出ているようです。またローテーションとしては間隔が少し空いている馬が中心となっていて、1ヶ月以内に出走する場合はやや厳しめのデータが出ています。馬券の傾向ですが、1番人気は3勝で2着3回3着1回と良い成績、2番人気もまずまず馬券圏内に来ています。よって10年間全てで1番人気か2番人気が必ず馬券に絡んではいるのですが、ただ5番人気以内で3着まで収まるということはなく、3連複は万馬券は2回だけですけれども、10年間全てで2000円以上の配当になっています。また穴馬になるかは分かりませんが、前走の重賞で2桁人気になっている馬がなんと5勝もしており、 G1 などで人気をかなり落としていた馬が巻き返すということが多い傾向にあります。続いては一押しの馬をピックアップ。データからの一押し馬はウィンプリメーラです。前走のビクトリアマイルは負けてしまいましたが、 G2、G3 は全て掲示板に入っており、安定した成績を残しています。初の札幌の芝生が合うかどうかという心配もありますが、好意を取りやすいいい枠も引いたので、チェッキーノが出走できなくなった現在人気が集まりそうな一頭です。そして私の一押しはティラバティです。前走のマーメイドステークスでは外側の枠でしたが、スタートも良い上に早めに先頭に立って目標にされても、しぶとく粘り通した足はかなり目立っていました。良いポジション取りが絶対条件となってきますが、直線を先頭近くで通過できれば追ってきた馬と合わさって上位で通過できると思い、この馬を軸にしたいと思います。それでは買い目です。ウィンプリメーラやロプテンマイヤーと迷いましたが、状態も良く前走の直線のしぶとさを買ってリラバティから3連複を流すことにしました。そして抑えにこちらの馬タンも買っておきたいと思います。スタートから1コーナーまでが短いので大外は厳しいかもしれませんが、スタートを決めてカバーしてほしいと思っています。それでは皆様の馬券的中しますように。コメントやチャンネル登録で応援をしていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。